今回はあなたの脳のしつけ方、目から鱗の実践脳科学という本をご紹介します。本書では中野さんが脳のしつけ方について具体的な方法を紹介しています。その中で頭の力は死ぬ直前まで伸ばすことができるという力強いメッセージがあります。私たちは他人の能力に羨ましさを感じることがありますが、それを実現するためにはトレーニングが必要だと中野さんは語っています。中野さん自身が憧れるのはお笑いの芸人さんたちであり、彼らが持つ一瞬のうちに感情を捉え、心を揺さぶり空気を変える力に惹かれています。このような能力になりたいと思った場合、中野さんはトレーニングが必要だとアドバイスしています。そして他人の能力に羨ましいと感じる暇があるなら、今自分が持っているリソースを生かしてなりたいものに近づくためのトライをするべきだと強調しています。このアプローチは自分の強みを見つけ、それを生かして成長していく意識を育むことが重要だと示唆されています。本書で紹介されている集中力、記憶力、判断力のしつけ方に焦点を当て、それぞれのポイントを具体的に紹介します。中野さんは人間の脳は注意散漫の方がむしろ正しい状態と述べ、生命を維持するために脳がさまざまな異常を検知する必要があるため、もともと一つのことに集中しにくい仕組みになっていると説明しています。そのため集中力を養うためには警報装置を作動させない工夫が必要です。例えば集中したい時には部屋の温度を少し低めに設定する、柑橘系の香りや好きな香りを取り入れることで体上界をリラックスさせる、刺激の少ない音を流すことで集中しやすくなるなどの工夫があります。また作業を途中で中断し脳をスリープ状態にすることでアイデアや答えが浮かびやすくなるとのアドバイスもあります。記憶力は生まれつきの才能だと思われがちですが、中野さんは大人になってからも記憶力を伸ばすことは十分に可能と説明しています。年齢とともに物忘れが激しくなるのは脳のデータベースの入り口が狭くなるためだと指摘しています。記憶を伸ばすためには復習が重要であり、一度学習したことを3回復習すると記憶の定着率が3から4倍も向上するとの実験結果を紹介しています。また記憶には短期記憶と長期記憶があり、感情を込めて覚えることや口に出して覚えることが効果的だと述べています。日常生活では大小さまざまな判断を下す必要がありますが、中野さんはその判断をするためのシステムとして X システムと C システムの2つがあると説明しています。 X システムは迅速に判断を下すが誤りを犯しやすい一方で、 C システムは長期的かつ正確に判断できるとされています。特にビジネスパーソンにとって重要なのは C システムを生かし、目先の利益を我慢し、後々もっと大きな利益を上げられる方を選択する判断力の重要性です。そのためには睡眠をしっかりとることやアルコールの摂取を注意することが大切だと中野さんは説いています。本書を読んでの感想は、脳のしつけ方が意外にも身近なことから始まることに驚きを感じました。集中力や記憶力、判断力を鍛えるためには日常生活での工夫が大切であり、その積み重ねが長期的な効果を生むことが理解できました。特に他人の能力に焦点を当てるのではなく、自分自身の強みを見つけ、それを最大限に生かすことが成長への鍵であると感じました。中野さんのアプローチは非常に実践的で、自分の日常に取り入れやすいものでした。集中力を高めるための部屋の温度設定や香りの利用、記憶力を向上させるための復習の大切さ、そして判断力を鍛えるための睡眠やアルコールの影響についてのアドバイスは、日々の生活に取り入れやすいものであり、実際に試してみることができそうです。
このアプローチが他の脳の専門家と異なり、身近な例や具体的な方法に焦点を当てている点が良かったです。そのおかげで理論だけでなく実践にもつながる内容となっており、学びながら実際に自分の生活に適応していくことができそうです。また他人の能力に羨ましさを感じる暇があれば、今自分が持っているリソースを生かして目指すものに近づくために努力するというメッセージも印象的でした。他人と比較するのではなく、今できることから着実にステップを踏んでいく姿勢が重要であると感じました。総じて脳のしつけ方に関する本書は、科学的なアプローチを分かりやすく解説しつつ、具体的な実践方法を提示している点が魅力的でした。自分の能力向上に対する意識が変わり、日常生活に取り入れやすい工夫や習慣が身につく一冊となっています。